お金なくて自炊ばっかしてるんですって悩んでる人がいるんだけど、自炊が一番良くない？だって自分のために自分がご飯作ってくれるんだよ。それって自分を大切にする行為じゃん。コンビニで買って済ませるより自分で作ってあげた方が優しくない？自分に。体にもそっちの方がいいしさ、無駄な添加物防げるし、栄養価も高いじゃん。自炊が一番うまいなと思えるメンタルになってほしいね。一番自分に優しくする行為だから、うん、だから何でもかんでも自分がやってることで情けないと思っちゃう人が多いんで、例えば私もあの外食できないから作ってるわけじゃん、自分で。そういう部分もあるわけだ。まあご飯作ってるとこ見せるのが仕事っていうのもあるしあるけど、経済的な理由で自炊をしてるわけだ。だけどそれを恥ずかしいと思わないそれはそうだろうって、余裕がないんだから自分で作るだろうになるじゃん。それを恥ずかしいと思わなきゃいいだけじゃん。私なんか恥ずかしいと思わないどころか見せてん見せちゃうんです。恥ずかしくねえぞって意味で見せてんだから、見習ってほしいですね、その辺は。見習うんだ。自分を恥ずかしいと思っちゃダメよ。うん。